なんか結構俺のね、最近、また、切り抜いてる奴らがなんか結構さ、俺だから、切り抜いてもいいから連絡だけはしてねっていうのさ、言ってるんだけど、なんかやっぱ、いろんなのがさ、今、また出てきてさ、めんどくせえと思って。で、それでそしたらさ、なんか、あれ知ってる？前も多分去年の夏ぐらいに言ったけどさ、あのさ、カスさんまとめっていうさ、チャンネルがあって、そこに俺が出てたんだよね、なんか。打足さんと飯作ってる時のさ、ちょうどさ自分のおすすめに上がってきててさ、多分俺の名前が出てたのかもしんないけど、そうそう、打ち上げ乱入デブみたいなさ、あれ、じゃああれすげえあれさ、でね、俺別にまあ無視しちゃいいやと思ってんだけど、あれをエンタメとしてちゃんとみんな見れてんのか、それとも本気で信じちゃってる人がいるのかって言ったらば、さっきのさ俺に隠し子がいるっていうのをシゲさんが信じちゃったような人たちもいると思うんだよね。まあ確かにエンタメとして見んなら面白いけどな、あれ。なんか、そうそうそう。別に俺擁護するつもりなんて全くないし、本人はガチで気にしないから、何も気にしないから別にいいけど、ただ見ててね、もう全部俺ぶった切れんぞ、あれ。あの、打ち上げ乱入デブのやつ、あれ。だこれが本当に妄想っていうか、全部間違ってるからあれな、なんか。打ち上げ乱入デブ、打ち上げ乱入デブ出てるかし、あしかもなぜかその打ち上げによく俺行かない、確かに飯だけ食いに行って、あ、痛そうだ、ごちそうしてもらっていいんですか、あれ毎回オーブンレックのスタッフに飯ごちそうだって、そうそうそう、いいんですか、ついでにね、ついでに俺が行って飯タダで食って、お試しじゃん、うめえ飯食わしてもらって、めっちゃ緊張してる、加藤さん来るんですか、あ、ちょっと、え、俺お肉食べたいです。だこれってさ、だってあの連絡、例えばこれもだ、あの俺とジュンでこうやってさ連絡し合ってて、今飲んでんだっつって、どこでっつって、今あれで、あのこういうさスタッフと飲んでるっつって、お、マジかって、あのおいでよみたいなさ、そういうような流れでやってるからね。だこれってもうさ、なんか無断で土足でなんか入ってきてみたいな感じに脚色されてんじゃん、これってもう、一番憎くて、しかもスタッフともあれだぜ、モコの時間とかで会ってる人なんだぜ、初めましての人じゃないんだぜ、あ、なんかやってたね、うん、大会のことはなぜか知らない、でこれがもう妄想じゃん、知らねえ、知らねえだろこれ、彼だってすごい、ほらなんか今動画とか上げてんじゃん、知らないことだってあるだろ、こんなの。もう、さんさんの結果だったんですよ。僕が不甲斐ないあれで。知らないことだって普通にあるだろ。その大会はどうだったの？だからもうみんな基準がさ、視聴者の基準なんだよ。え、だって、普通、俺たちが知ってるから、普通知ってるでしょ、ストリーマーなんだからみたいなさ。知らないことだってあるだろ。19位とか。でもスパイギア打足さんだぞ、誰も。怖っ、ある意味ゾッとするわ、マジで。ゲーミングの決起集会だから、はいはい、みんな座って飲もうよ、はい、なんかこれもさ、あのスパイギアも打足も俺も別に裏でさ合わせてないけど、とりあえずなんか面白いから着てくかっつって、ムラッシュゲーミングの T シャツを 着てきたんすよ。でそんなんさ着てきたらさ、もう突っ込むしかないじゃん、もう俺だってやるわ同じこと、裏で何もみんなあれだよ、合わせてないんだよ。で、こうやって、あの、打足さんと俺が会った時に、おお、打足さん来てんだ、バカ野郎、お前も来てんのかみたいな感じで、いや、やっぱ来てくるでしょ、今日は、みたいなさ、感じで。うん。なのに、そんなだったらさ、本人、突っ込むでしょ、そこ。一度話すと違えけど。俺もなんか、今日何するんだろうって来たのに。今日何の日なんだろうって来たのに。ブラシゲーミングの、あの、決起集会なんで、これからは。でもなんで加藤がいるのって思っちゃった、布団じゃあ、さ、友達同士じゃん、だって。友達同士じゃないですか、マジで。なんでそういう目線でなっちゃうの、やばいって、マジで。行きましょう。でも、アスパラ食べませんか、あ、いいねっつって来て、今。囚われた宇宙人みたいな感じで来て、ここにいます。ここは知らねえわ。うん、この。おっちゃんがいるなんて知らなかった。うん、これは知らねえったわ。起きたてで本当にお腹空いたらしいよ。そのためか。すげえよな、でもな。なんかまだ話さないやつ。
パスタ食いてえと、予定なかったパスタを作らせる。これね、ちなみにこれもダゾクさんと俺とジュンで3人で買い物行って、普通に3人で何作るっつって、パスタでも作るかって、あの予定になかったパスタを作らせるってここにテロップで書いちゃえばもう信じちゃうんだよね。でも普通にこのスーパーで3人で何買うかって考えてたんだぜ。パスタだ、パスタパスタ好きっすね。いいだろ、しかもパスタ作ってもな、別に。パスタその前さ、アスパラ茹でさせてくれパスタの鍋で。わめきってなんだよ。かあ、早くパスタ食いてえな。先にじゃ肉巻き。俺アスパラのパスタ大好きでさ。前も食ってましたね。これさ、これさ、ちょっと面白いとこがあってさ、面白いとこがあって。多分どこだっけな。食うかちょっと一回。うまそう。うわ、超大好き。俺ピンクのタルフ。うちでもそれなんすよ。すげえパイナップル食ってる。やばい、マジで食いたい。え、じゃあ1個目僕いただいていいですか。いいよ。え、いいんですか、ちょっと。あ、いや、ダゾクさん食べないの。ダゾクさんもね、大丈夫、あの、食う食う食う。スパラもマジでうまい。ちょっとやっぱ素材がいいわ。素材がマジでいい。素材いいっすか。うん。じゃあ俺ダゾクにあれしよう全部食べちゃういやね、これはまあ確かにあの昔からちょこちょこあるわ。あの全部食べちゃう、全部食べちゃうじゃなくて、本人が美味しいって思ったら、あのね、確かにそうなることは昔からしばしばあったわ。確かに。だけどそれっていいことじゃん。だって美味しかったっていう、食べ、あのね、作ってる側からしたら嬉しいことだぜそれ。うん、うまかったってことだそれは。うまいよな、穂先うまいよな。穂先うまいよね。なぜそれ仲間内でやってんだからいいだろ別に全部食べちゃう。さっきそうで、あの、どうやらね、どうやら100本だった。それで100本でした。100本だった。俺ちょっと持って帰りたいな、余ったらね。ぜひ。な、仲間内だからいいじゃん別に。そんな仲間内なんだから全部食ってさ、この3人がさ本気で怒ってんならいいけどさおめえら蚊帳の外が怒ることじゃないんだって。紹介してなかった。いや、すごい人だよなんだそれやべ、止まんねえ、どうしよう。ダソクさんの分がなくなっちゃう。で、これはね、本当に嬉しいことだよ、料理人からしたら。すごい量。あ、いいじゃん。これはうめえよ。少しアスパラ入ったから。フォークあるよ。あ、きつい。あ、食っていい。お前もう食ってね。サルセクティいいんじゃない。洗った方がいいんじゃない。ねえ、ちょっと本当に俺さ、しかも自分の配信じゃねえのにすげえ喋ってんだぜこのおっちゃん。本当に最近もう配信、慢性配信病だから、カメラ映ったらもうガン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 喋ってくれるからさ。これね、いいよ、これをこうして食っていい。いいよ。いいことだろそんな。エンタメみたいなもんなんだからさ。しかも、あいただきます。あー、お腹いっぱいになった。あー、まだ全然お腹いっぱいじゃないから。俺まだ食いたいんですよ、肉巻きが。俺たちが食ったよ、あれだもん。いやいや、食ったっすよ。お酒飲んでちょっと一瞬じゃ、ちょっと俺さ、最後面白いとこあんだよこれ。うわー、いいベッド。いいじゃん、こんぐらいやりたい放題やったほうがね。あー、やったっすね。膝取れたやつだこれ。なんつうか、これ違うだろこれ。今しまいにするか。はー、やった、すげー。絶対言ってないだろこれ。これ言ってないだろこれ。ちげえよこれ。違うよこれね。あのね、打足さんが、あの、膝ぶつけちゃったんだよ。ね。打足さんが膝ぶつけちゃったの。あー、やったっすねって。目線も打足さんじゃん。もう、おかしい。これさ、そりゃさ、静止画撮ったらこんな顔もするだろうよ。これおかしいだろ、これ。これちょっと笑っちゃったんだよな、お前。お前、この変更報道すげえんだろ、これって。これ。これさ、こんな顔す、別にさ、なんつーの、これダメだよ、これマジで。うん。めっちゃドン引きしてんじゃん、これ。
で、これ、この時だってそういう顔してる時だってあったもん、止めたら。やばいってこれ。すげえつまんなそうにしてる。そんな、だから、静画にしたらこういう顔だってするだろうよ、誰だって。すげえつまんなそうじゃねえかよ、みんな。いや、これさ、俺さ、ちょっと先生教えてもらっていいですか？ねえ、これさ、あれだよな。エンタメとしてみんな見てるんだよな。俺さ、コメント欄見たら地獄だったんだよ、これ。ほんと。コメント欄見たら。コメント欄見たらこれ地獄。これ1665だぜ、これ。最近の加藤さん、怖い鳥を執行して何かの病気なのかって心配になるレベルって。会話が成立してないというか、噛み合ってないとかもちょいちょいめげて、本当に大丈夫だよ、別に。そう。大丈夫だよ、別に。うん。で、しかもさ、この後に、差し入れとかさ、せずに、みたいなさ、ことさ、どっかのコメントに書いてあったんだけど、この後あれだぜ、今日ごちそうになったからみんなにごちそうするわ、ってさ、30万ぐらいのさ、支払いしてくれてたぜ、こいつ。っていうさ、配信外でのさ、いろんななんか、こととかもあったりするのにさ、うん、この配信の中でのなんか一角しか、やっぱり、まあ、だエンタメで見た方がいいよな、それはな、ほんと。エンタメで見た方が、いいよな、そこはな。てか、俺がもしかして、これさっきの冗談だよ。は、冗談なんだけどの流れなのかしら、これ。俺がトラップかかってんのかな。いや、これでもね、ほんと、俺ね、だから最近だからさ、これとかもそうだし、あとね、なんだっけな。布団ちゃん、抜きあり。このチャンネルとかもさ、なんか、あれなんだよね。勝手にされてるからね、これね。布団ちゃん抜きありチャンネル。うん。あ、いい。でもちょっと面白かったんで、おなら87連発とかさ、そう。これとか。全くあれだからね、申請されてないで。俺気づいたらいつの間にかこんなに無法地帯になってて。うん。そう。これも冗談なのかな？なんか。